月ぐらい美容院に行ってなくて、少し重めなので軽くしていただいて、まあ、長さを変えず軽くしていただければなっていう感じです。了解です。確かにちょっと溜まっちゃってますもんね。はい。そしたらもうちょっと提案なんですけど、はい、まあ、伸ばし中だけど前髪を少しだけ切らせていただいて、はい、でこの後ろのウエイトが結構重くなっちゃってるんで、少し表面にレイヤー入れてあげて、はい、そうすることで動きが簡単に出せるようになるんで、はい、ちょっとこうパーマっぽい感じの質感を生かしてウルフっぽくしていくっていう感じが良さそうですけどね。はい、ウルフは好きなので。あ、本当ですか、はい、よかったです、よかったです。めちゃめちゃ似合うと思うんで。ありがとうございます。じゃあそんな感じでいきましょうか。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。はい、はい、じゃあちょっとやってきますね。ちょっと毛先がばらついちゃってるんで整えます。全体の毛先の質感を整えて、結構それだけでも見え方が変わるんで。よし、じゃあ顔周り切っていきましょう。はい、顔周りは髪型の印象を決める大事な部分なんで丁寧に切っていきます。流れを意識してつないでいきます。ちょっと後ろの重さ取りますね。溜まりがなくなって動きが出ます。2ヶ月するとだいぶ形崩れますからね。そうですよね。本当は1ヶ月に1回ぐらい行った方がいいですよね。ショートとかやっぱウルフは結構こう頭の形とか髪質に合わせてデザインすること多いんで、うん、だいたいやっぱり1ヶ月とか1ヶ月半でメンテナンスしてあげるとスタイルがキープできる、うんうんうん、スタイリングしやすさとかをチェックしながら毛先の流れを見てセミングを入れてあげると、スタイリングするときにすごい楽なヘアスタイルになります。だいぶ動きが戻ってきた、うん。はい、はい。
スタイリングイメージなんで、ハーフドライぐらいの感じで最終的な質感に持っていくために、ちょっとドライカット気味で入れていきますかと。束感を意識してスライドカットを入れることで、スタイリングのしやすさがより上がり、ここは髪の毛がたまりやすいところなんで、スタイリングの束感をイメージして、ちょっと抜きを作ることで髪の毛フィット感出てスタイリングしやすくなります。はい、2ヶ月ぐらい経つとパーマが下に下がってきちゃって、うん、根元がだれちゃうんで、はい、ちょっとこのぐらい動いてくれるとシルエットが綺麗かな、うん、今の質感だったらスタイリングでやっぱオイルとヘアバームがおすすめなんで、はい、今日はちょっとこの2つでスタイリングしていきます。はい、ちょっと握るようにつけてもらって全体の乾燥を取っていく感じで、パーマを戻すようなイメージして引いて、このバーム結構おすすめで、はい、オリーブ油メインって天然のオイルだけで作られてるバームだから、まあ、お肌とかについてもいいやつなんで、うんうん、やっぱ顔周りとかちょっとこうお肌につくの気になるなみたいな部分には結構持ってこい、うん、でキープ力もあるし、オイルだけだと決まらない部分がバームつけることでちょっとスタイリングがね結構しっかり決まってくれるんで、最後にバームつけてあげるのは結構おすすめです。今だったらまあちょっと耳周りが少しこう見えるようなスタイリングが可愛いかなと思うんで、うん、若干耳周りは後ろに引いてあげる感じで、ちょっとしっかりめにオイルとかバームをつけて、こうピアスとか見える感じでスタイリングしてあげると可愛いかなと。よし、よし、 OK です。今回は結構後ろのたまりがだいぶあったんで、はい、シルエットが綺麗になる、ウルフっぽさが出るように、ここのたまりボブっぽくなっちゃったから、そこを取ってあげて、まあ本当ラフにパッとスタイリングしやすいショートウルフっていう感じですかね。はい、大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。